岡田さん。何ですか、サトルさん。サウナ、敷地って知ってますか？敷地有名ですよね。おー、さすが。サウナ好きにとってね、聖地とされてる、うん。聖地ですよね。行かれたことあります？僕はないっすね。あ、ない。うん。僕もね、この間初めて行ったんですよ。はいはい。この間僕何の当てもなく、いつの間にか静岡駅にいたんですよ。いろいろ、記憶障害うちひしがれて。で、泊まるところもなくてどうしようかなと思って、調べたら、その Google マップの片隅にサウナ敷地ってあって。水風呂とか有名なんですよね。そうそうそう、さすがですね。おっしゃる通り、水の質が良くてですね。はいはい、で天然の地下水があのあたりになんか取れんのかな、うん、で、汲んで使ってるからね、な水風呂がその体にスーッとこうね、染み込んでくる感じがね、うん、もう言いながら僕今すごくいい気持ちになってますけれども、確かに他では味わえないんですよね。うん、で、そう言って、うん、でもウォークインで行こうとしたらいきなり3時間待ちですとか言われちゃう。サウナ入るのに、こんななのとか思ったんだけど、もうしょうがないから、そこからもうちょっとさらに歩くともう海なんですよ。海を眺めながら3時間ね。待った。眺めてたらブーって電話かかってきて、大丈夫ですよーとか言ってね。で、入ってみたらもう本当に混んでたんですけども、うん、確かにこれいいなと思ってね。で、どんなのかっていうのとの説明はなかなか難しいんだけども、そんなに、ね、めちゃめちゃ広いわけじゃないんですよ。はいはい、あれより広いスーパー銭湯みたいなのはいっぱいある。だから広さはね、その男性用のお風呂ゾーンは、まあ本当小学校の教室1個分よりちょっと広いぐらいの、うん、そのぐらいですかね。浴槽じゃない部分はそのぐらいで。で、サウナ部屋も2つあって、そのフィンランド式のやつと、薬草式みたいな、ムシムシしたその草の匂いがプンプンくるやつやな。うん、その二つあって。で、それぞれね、なんかね、15、6人ぐらいかな。もうそれ入るのにもうなんかもうみんな並んでて。うん、結構ね、みんな裸のおじさんたちがみんな並んでて。はいはい、結構なんでこんな苦労しなくちゃいけないんだよとかブツブツね、言いながらやったんだけども。でもね、やっぱりね、その、さっき言った水風呂の水質もいいし。でね、あとは思ったのはその空間設計がね、もう本当によく考えられてるなっていうのはね、気づいたんですよ。で、サウナはね、お好きな方はとことん好きかもしれないですけども、多分そんなんだよ、それってね、知らない人いるかもしれないですけども、一応なんか、入り方は自由なんだけど、なんか一応スタンダードなお作法みたいなものは一応あってですね、うん、もうご存知かもしれないけど、最初にその、サウナにまあ入って、5分か10分くらい入って、汗をダラダラ流した後に、ほかほかになったらシャワーでさっと体洗って、で、水風呂に今入るんですね。で、ずっと入ってるとちょっと心臓麻痺になっちゃうからあれなんだけども、まあ、短ければ10秒くらい、さっと入って、で、出て、で、その後、まあ椅子みたいなところに座って、で、外の空気にこう当たりながら、まあ5分10分くらいまたぼんやりするんですよ。で、そうすると、何回かそれをルーチンで繰り返していくと、なんか、いい感じの気持ちですね。なんかトランス状態みたいな、ね。そうそうそう。だタイマーとかマリワナとか日本ではないけれども、うん、多分その代わりになるような、ある種、なんかすごいね、ダウナーというかですね、なんかスッキリしてくる感じになるんですよね。はいはい、で、それを、その繰り返していくっていうのがね、極楽浄土に向かっていくようなそのルーチンがね、ものすごくやりやすいようになってるんですよ。なるほど、ね。つまりそのさっき申し上げた二つのそのサウナ、あと、その水風呂までがもう5秒ぐらいですよ、歩いて。はいはいはい。で、さらにその間の水風呂とサウナの、真ん中あたりに、これまた小学校の教室みたいな等間隔で椅子があるんですよ。そのプラスチックのね、いわゆる整い椅子みたいな好きな。整い椅子ちゃんとあるんですね。あれがまさに小学校の配置みたいになってて机がない。はいはいはい、で、そこにまたいろんなおじさんたちが、いろんなおじさんたちがこう座って、で、ぼんやりしてるんですよ。で、そのルーチンを永遠に繰り返せるんですよ。だからもうその最小の移動でそれができるようになってるのがまずすごいし。交互浴のための。そう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 。で、そういうのもなんかね、なんかもうみんながその裸で列に並んで順繰り無言で、で、みんなマナーを守って無言なんで、うん、無言でまた椅子に座って目つぶってまた行ってって、こうな、宗教施設のイスラームのモスクみたいな、ね、いう感じとかがね、またね、知らない人が来たらこれ、どういう気持ちなのかなっていうね、そういうのもまた、聖地っていうね、正しい、なんか、聖地っぽさもあるし、で、2階建ての建物で、2階にはその休憩室、があるんですよ、うん。で、まあ食堂みたいになってて、まあ、昔ながらのね、清潔なんだけれども決して新しくはない設備 で、うんうん、で、そこで焼肉定食、生姜焼き定食、冷ややっこビールとかね、おー、いいっすね。で頼めてリストバンドみたいなのがあって、はいはいはい、で頼むと、まあオーダーはその場でお金払わなくても、まあビールとか餃子とか頼んで、うん、でお水もまた美味しくて、うん、でぐらって飲んでまたいい気持ちになったらもうそのまま雑魚寝で。座布団とか、ちょっと掛け布団とか置いてあって、うん、もうそこのあたりで好きに寝れるんですよ。はいはいはい、で、1600円くらいで寝れるんですよ。はい、めちゃめちゃ安くて。で、そこら辺でまあみんなまたゴロゴロ塗ってるおじさんがこういて、で、壁のあたりには一面その古い漫画がね、
もう昔のなんか、ちょっと薄汚れたような漫画がいっぱいあるんですよ。うん、その、少年マガジンの昔のね、金田一少年の事件簿とか、はいはい、幸太郎まかり通るとかね。幸太郎まかり通る。そう。はい、この、このパラパラとね、昔読んだなとかね。この描写はちょっと、今の世の中じゃちょっと受け入れられないなっていうのをバラバラ見ながらね、ダラダラしながら、自分では今はもう買わないけど、そうそうそう、あったら読む、ね。汚れたね。はい、で、24時になると、まあ、消灯だやつとか言って、寝て、うん、で、隣のおじさんのまたいびきがコーッとやって、また、うるさいんだけど。あ、そこに泊まっていいってことなんですか？泊まっていい。1600円払えば。なるほど、ね。泊まっていい。はい。で、それもベッドとか個室も何もないので。はい。ただ、雑魚寝る。うん、そうそう、座布団をね、二つ折りとかにして、枕にしてね。うん、一応、フルフラットみたいな椅子をね、サウナ椅子みたいなのあるんですけれども。うん、まあ、そうやって、スッキリしてね、サウナで今整ってるから、眠りの世界にも行きやすいんですよ。だそういうのをこう、ね、一日こうやって過ごしてみると、なんかもう、これ以上、もう必要ないし、これからもう削り落とすべき要素もないなと。つまり日本式のサウナ。いわゆるフィンランドとかロシアとかまた違うサウナの様式なんで、そこを言い出すとごちゃごちゃ難しくなっちゃうんですけども。いわゆるジャパニーズサウナの昔からのある昭和のサウナとして、もう足すべきものもないし、引くべきものもないなと。これは古代ギリシャでいうプラトンのいうイデアみたいなね、ものなんじゃないかなってね。サウナの多分ちょっとね、プラトンのイデアの厳密に突き詰めていくと多分ちょっと違う意味なんだけども、そういうものがそのまま現実に出てきたらこれだなっていうね。あ、これがすげえんだなっていうのね。次の日の朝になってようやく特進した納得したんですよね。イデアだなと思ってね。うん。で、岡田さんそういうなんかこうこれは何々のイデアだなって思ったことってありますか？サウナの話じゃなくて。サウナの話じゃなくて。サウナの話。ずっとイデアの前振りだったんですか？そうそうそう。だってイデアみたいな場所っていうのがね。サトルと岡田優の旅のラジオ。まあサウナは、まあ普通に行くんですけど、うん、まあ、めちゃくちゃ好きってほどでもないというか、うん、まあ普通にたまに行くっていうぐらいで、はいはい、好きな人ほんと好きじゃないですか。そうですよね。そう。で、友達とかも話して、その敷地の話とかね、まさにしてると、はいはい、もう熱烈なこうプレゼンテーションを受けるわけ。今ブームですからね。そう。うん、もう水がね、そう、おっしゃったようにとにかく違うんだと、うん、もうなんか、体と水の境目がなくなって、うん、ちょっと危ないですね。内と外が融合していくんだみたいな。言ってることはわかる。うん、感じの、なんか、ちょっとそういう、なんだろう、危なさというか、なんか、ね、怖さみたいなのも、うん、まあなんか、面白いなと思いす。なるほど、なるほど。聞いてるんですよ。なるほど、なるほど。そう。で、イデアみたいな場所。ない、ない。イデア。ない。イデアみたいな場所。うん。で、いきなり振られてもわかんないわ。イデア。それはあれです か、 ですか、その理想、例えばサウナだったら、うん、もう、これ以上理想のサウナはないだろうっていう、その最高のサウナっていう意味ですか？理想というのはとはちょっと違いますね。って言っても私もフラフラしながら喋ってるから、本当にその概念、プラトン、もっと直感的プラトンちゃんと勉強してる人から猛烈に怒られそうなんですけども、うん、なんだろうな、その概念なんですね。だからその、僕らが例えば、立ち食い蕎麦屋とか、はいはい、中小企業とか、わかんないけれども、IT 企業とか、いろんな、なんか、あるものの概念は僕らの頭の中にあるはずなんですよ。それ以上足すところもないし、それ以上引くところもない。まさに、現実世界に現出しているんだよ、みたいなね。うん、そういうことを。ちょっと感覚的な。だから、プラトンは確かなんだっけな、なんか、その、観念的な世界の中に、そのものがあって、ものは、それが、いろんな方向から見たときに、その現実世界には表出してるけれども、本当はその観念、正しい観念みたいなものが、ああ、理想の、理想っていうとちょっと語弊があるけど。なんか、すべてのものにイデアがある、ね。そう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 、あるじゃないか。で、でもここで言ってるのは多分もうちょっと、シンプルな、ああ、矮小化した意味で、うん、私がそのサウナ敷地に行ったときに、あ、これがなんか、サウナの、その概念が、そのまま現実世界に出てきたものは、これだな、みたいなね。はい、はいはい。いうふうに思ったんですよ。なるほどね。そういう経験はあんまりないんですよ。だからあんまりちょっと、あんまりちょっとだから、追い詰められても、私の方で、適切な答えが用意できなくて申し訳ない。サウナが決まりすぎただけじゃない。それはでもね、他の僕もね、そこそこのサウナいろんなとこ行きました、はい、100個ぐらいは行ってると思うけど、さあこれはイデアだって思ったのは
そこだけだし、それ以前はこれは井出から近いな遠いなとも思ってなかったけど、突然そう思った。なんだろうな、だからわかんないな、突然決まりすぎただけなのかもしれないなっていうね。まあそういう結論でもいいですよ。甘んじて受けましょうね。そういう結論でもいいですよ。あ、ありました。五反田の、はい、ゆで太郎。ゆで太郎のイデア。ゆで太郎のイデアが。イデアはどういうイデア？あのね、うん、ゆで太郎、そもそも、まあ、ゆで太郎の本社が五反田にあるんですよ。はい、あ、そうなんですか、知らなかった。で、その本社の下にゆで太郎があるんですよ。おー。西口から歩いて。レガシーゆで太郎ですね。そ, そこの、ゆで太郎は、なんかでも違うってみんな言ってて。それは決まってんじゃん。ゆで太郎に。特にその、なんだろう、味が違うとか、なんだろう、メニューが多いとか、ってのは特にないんですけ ど, ど、あそこはやっぱゆで太郎の、うん、本拠はそこだよね、みたいなところがあって。湯気の立ち方とか、そういうのも、すべて、そう。概念として。出てくるのは、まあ、多少早いとか、あの、なんだろうな、あるんですけど、はい。まあ、多分、あそこのゆで太郎に入った時が一番、あ、ゆで太郎に来たなって思ってる感じ。朝行っても、そう、夜行っても、ゆで太郎だなって思う。あ、これ以上、足してもゆで太郎ではないし、引いてもゆで太郎ではないなって申し訳ない。私が、ね、無理なお題を振ったことに申し訳なさをね、ちょっと感じつつ、あの、そうですか。じゃあ今度ちょっと、じゃあサウナのイデアに行きたかったら、ね、じゃあ静岡に行けばいいし、そう、ゆで太郎のイデアにたどり着きたかったら、コタンダに。なんでだろうな。でも、ま、確かにちょっと麺の、がゆでたて感とか、うん、なんか、厨房からの湯気の立ち方とか。なるほど、なるほど。あと、その、客層とか。はい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 、はい。ゆで太郎に来てそうな人が来てるんですよね。なるほど。大丈夫なんか、その、ゆで太郎来てそうな人。例えば夜中に行ったら、まあ、タクシーのうんちゃんとかが。うん、ああ、わかるわかる。さっと済ませたい感じで来るそう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 。運転手の方ってね、立ち食いそば屋によくいらっしゃいますよね。とか、で、確かに、ね、結構いっぱいだったりとか。はいはいはい。わかる。私もね、小諸蕎麦のイデアはね、西新橋店だと思いますね。あのニッチなね、おっしゃる通り、その、ま、目の前にまずタクシーが止まってて。うん、そう、タクシーが止まってる。止まってるけど乗れないんですよ。なぜかっていうと、運転手さんが、うん。そうそうそう、召し上がられてるから。うん。おかみさんがね、あの、小気味のいいおかみさんがいて、うん、で、茹でる担当のおじさんがいて、大体二人でやってて、はい。夫婦じゃないんだけれども、それぞれのパートでやってて。うんうん、で、ね、あの、小諸蕎麦って結構、従業員に対するなんか、待遇が良い感じで、結構早めに閉まっちゃったりとかしたり、はいはい、なんか、従業員にとてもなんか、ね、あの優遇されてる感じなんですよね。そういう感じもね、で食券のね並び方もね、すごくね、これはイデアだなってね。ちょっと違うかな。分かんない、ちょっと自分でちょっと言ってて無理さ。その五反田のゆで太郎の近くに五反田の小諸そばがあるんですけど、うん、でもやっぱそのゆで太郎の方にタクシーは止まってるんで、あ、じゃあよりこうイデアが難しい。イデアが五反田の場合は、なるほど、ね、ゆで太郎になる。なるほどね。なるほどね。うん、なるほどね。でもあってね。私もなんか例示を出さないとなんか申し訳ない気がするけど、千葉県のね、あの、習志野にね、前ちょっと用事があって行った時にね、その、団地みたいなところにね、たまたま立ち寄ったんですよ。その、公園みたいなところにね、うん、あ、こんなところに公園あんだって言ってね、はいはいはい、ちょっと行ってね。で、そこでもなんか夕日がちょうど差し込むようなね、はい、あの、業者角30度ぐらいのところから夕日が差し込んで、うん、で、子供がわーって遊んでてね、はい、なんかフラフープとかを持ってる子もいるんですよ。今何フラフープかと思ってね、うん、でも楽しいよな、これな、と思ってね。で、砂場があって、で、2個ぐらいしかないブランコとかあって、はい、で、お母さんがもうすぐご飯できるわよとか言って、どことなくカレーの匂いがして、あ、これは昭和の団地のイデアだって、ね、その時思いましたね。今遡ってそう発見をしたことを思い出しました。そう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 。想像通りの団地が。そう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 。だからそれもだいぶ主観はね、多分入ってるんですよ。その観測者である人は常に主観にはね、うん、あの、囚われざるを得ないんだけれども、でもその時にね、あ、だからとても幸福な気持ちにやっぱりその時もなったんですよ。あ、これはだから本当のね、これ以上足すところもない。そこになんかね、あ、なんか変な新しい人が出てきても多分それは崩れてしまうし、うん、そこに子供が一人いなくなっても、子犬一匹いなくなっても、きっとそこはちょっとだけ足りなくなってしまうんだなっていうね、すべてがこう整合してきた瞬間っていうのはね、ありますね。それはサウナの帰り。それはサウナの帰りではない。ない。そこそこ前の出来事なんで、まだ僕はウィーンに行く前のことだったですね。
サトルと岡田優の旅のラジオ。あと、シャッター商店街のイデアとかね。あんまりちょっとつまびらかにはしないけれども、ある地方都市に行ってね、ちょっと寂しくなっちゃった感じで。で、ちょっとだけやってるんだけれども、それは、あの、チェーン店、やっぱりそこは、ここしか生き残ってないんだなと思ってね。で、張り紙が、こう、ちぎれちゃってね、駐車禁止の禁止が赤い文字が消えちゃって、駐車になってて。なんかそういうね、まあ、これもなんかそういうね、古びた商店街のイデアの、黒いインクの文字だけが残ってて、他がちぎれちゃってて。はい。あとはなんかもう3年前ぐらいの締め切りのなんか、なんとか運動会とかなんかそういうのが、未だに貼ってあるってことは、もう手入れをする人もいなくなってしまったのか、っていうその寂しさ、寂量感が立ち上ってくる。業者格45度ぐらいの角度でまた夕日が差し込んできてね。ああ、これはなんかシャッター商店街のイデアだなってな、いうこととかがね、地方都市のね、そういうなんかね。ありますね、地方都市行くとそういう。で、ミディの安っぽい J-POP の音楽とかがね、流れてきて著作権をうまくくぐり抜けるようなね、やつが流れてきて、なんかこれ別にもうこの音楽いらないんだよなっていうね。そう。確かにね、もっと地元の音楽とか流せばいいのに。そうなんです、そうなんです。なんでポップ。そういう意味では正しい日本の海水浴場のイデアにはサザンオールスターズがやっぱりずっと流れてるし、音は割れてるし、焼きそばは高いし。はいはい。なんかね、そういう感じでなんか、イデアがあるんじゃないかなっていう。逆にないやつってあります？こう。どういうことですか？なんだろう。まだ出会えてないイデアというか。そういう意味ではたくさんあると思いますね。なんかこう。ずっと毎日イデアのこと考えてはいないので。なんかその、急に気づくんですよ。訪れが急に来る。なんだろうな。なんだろう。そう、映画とか、ドラマとか、創作物ではよくあるような、なんかこう、なんだろう、概念というか景色なんだけど、はいはいはい、はい。実は、あんまそうってないよな、みたいなんて。銀行強盗は、フィクションではよく見るけど、あの、袋を詰めろみたいな、ね。そういう話になってくるか。うん、うん、いや、ごめんなさい、イベントか、それは。なんか、それ日常系の漫画のイデアとして、こう、スーパーで友達の会うとか、なんかこう、街で知り合いに会うっていうシーンがめちゃくちゃ多いですけど。主人公がだから、小学生、中学生とかってことですか？とか、まあ、高校生とか、はいはいはい、はい。まあ、ないですけど、なんか、要はその物語を展開していく上で、はいはい、うん、街でばったり会うっていうのが、まあ大体お決まりとして、ね、なるほど、なるほど、なるほど。そう、あるんですけど、はい、街で人ってそんな会わないよなと思って。会わないですね、確かに。特にその近所のスーパーで、子供が主人公で、で、お母さんと買い物してて、別の家族と会うっていうのは、まあ、めちゃくちゃ見たことあるんですけど。なるほどね。あの瞬間に巡り合ったことはないなと。確かにないですね。相当僕田舎に住んでたけど、はいはい、なかったんで、どんだけちっちゃい街なんだろう。僕、小学校ぐらいまで遡るとあるし、はいはいはい、僕の、だから今僕の子供は小学今3年生なんですけども、うん、一緒に手繋いで歩いてたりすると、クラスメイトに会うんですよ。はいはいはい、うちの子供は。はいはいはい、あるいは校長先生が現れて、はいはい、頭撫でてくれたりとかしてね。うんうんうん、あ、だから子供の世界ではこれ怒ってんだろうって言って。なるほどね。向こうから積極的に何とかくんとか言って話しかけてくれるんですよ。うちの子にね。ああ、なるほど、ね。大人の世界だと、チラッと見ても、なんとなくあんまりちょっと声かけにくいところにいたりしたら、ね、お互い多分片っぽは気づいても声かけなかったりすることあったりするじゃないですか。だから実はあるんじゃないですかね。わかんないけど、そういうの。なるほど。だからあれはやっぱり子供の世界で起きてんだなっていうね。なるほど、ね。そうそうそう。子供が少し大きくなってみて思いましたね。だ小学校だから学区内だからみんな大体近くに住んでる。はいはいはい。確かにでもあれはもう大人になったら。まあでも確かに都会の方があるのか逆に。ああ、なるほど。だと。そうかそうか。あんまり家からじゃなかったら車だったりするか。そうですね、車だったり。そうかそうか。移動が車だからですね。分散してるから人が住んでる場所は。はいはいはい、はい。あんまり人と人が出会わないの。なるほどね。昔僕高円寺に住んでたんですけど。ええー。まあ、高円寺って結構こう、なんだろう。まあ独特のカルチャーというか。そうですね。酒、お酒好きとか、うんうん、あと若者とか、うんうん、まあ、ね、サブカルとか。そうですね、そうですね。ねって感じなんですけど、うんうん、前、一回なんか深夜に飲み会から帰ってきて駅降りたら、高円寺ってなんか路上でなんかやってる人いっぱいいるんですよ。うんうん、アーティストとか、なんかね。そう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 。物売ってたりとか。そう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 。で、なんか、あなたの相談に乗りますみたいな。あなたの人生相談に乗りますっていう。はいはい。のとやってる人とかもたまにいて、はい、全然客ついてなくて、まあね、そう、その人が有名な人だからね、池田。そうそうそう。うん、で僕またその近くの居酒屋で友達と外でもうね、はい、の大将っていうの居酒屋が有名なのあるんですけど、はいはい、飲んでその人ずっと見てたら、はい、その向かい側にも人生相談乗ってる人がいて、ほうほうほう、その人に客がついてなくて、はいはい、でなんかずっと二人客ついてない状態で、どうすんのかなと思ったら、
なんか片方が片方にあやみ寄って、なんかこう話し始めて一緒に。多分人生相談し合ってる。お互いに。わかんないけど、何喋ってるかわかんないけど、多分なんかお客さんつかないっすね、みたいな。なるほどね。ことを喋り始めて、あ、俺なんか高円寺のイリアだと思いました。ああ、なるほどね。すごいな。それをこう酒を飲みながら。ああ、客のいない人生相談を互いにし合っているっていうなんか感じが。そういうことがある街ってのはあんまりない。そうですね、公園の。なるほどね。なるほどね。いいですね。まあ、その街のイデアというか、街を象徴する光景みたいなもなんか、そこに住んでいると、そう、ふと、あって思う瞬間が。そうですね。あるかもしれないですね。皆さんの街のイデアはどんなイデアでしょうか無理やり締めようとします。旅のライン。今回はあんまりまとまらずに申し訳ございませんでした。すいません。普通にサウナの話すればありがとうございました。ありがとうございました。旅のラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。本日のお別れの挨拶は、投稿コーナー、世界の音に届いた音で、はい、お別れしたいと思います。はい、ラジオネーム、札幌ゼロ番さん、メッセージ。サトルさん、岡田さん、いつもラジオを聞くのを楽しみにしています。好奇心が刺激される話題、それが逸脱していくところや、語り口のテンポとトーンにおかしみを伴うスリルと快感を感じています。おかしみを伴うスリルと快感。いい表現ですね。端的にこのラジオの良さを表してるかもしれませんね。ありがとうございます。好きな回は、第5回、資本主義はいつまで続くのか、それはどのようにして終わるのか、ね、と、月並みですが、月並みとかあるんだね。ないでしょ。月並みですが、29回、あの国の罵倒語につき官僚か語り聞きですと。ありがとうございます。さて、数週間前の第47回、行ったことのない場所について話してみようでは、個人的に驚いた話題がありました。岡田さんが立川競輪場のすぐ近くに住んでいた件です。あれね。立川競輪場は私の住むところからも割と近くて、当時すれ違ったことがあるに違いないくらいの距離感ですと。おー。というわけで、立川競輪場の音を取ってきました。すげえ。マジか。すげえ。これあれですね、その、47回の時に、はい、僕は立川競輪場すぐ近くに住んでたけど、うん、行ったことがなくて、そうそうそう、外からその音を聞いてたっていう。行けーとか声が聞こえてきたって話ですよね。そうなんですよ。その音を取ってきたということで。すごい。じゃあ、お別れの挨拶はこの音で。はい。じゃあ、どうぞ。これ素晴らしいですね。これですよ。これが聞こえてきてたんですよ、外に。聞こえてきたのか。いけいけって言ってますよね、これね。いいですね。いや、嬉しいや、なんか。そんな。久しぶりに出会えた気がする。すごい偶然ですね。そう。札幌ゼロ番さんは、そうなんだ。で、わざわざ撮ってきてくれたんだ。ありがたいっすね。ありがたいですね。で、私思い出しましたけど、この、そう、撮った後、僕も競輪場行きたいなと思って、はい、平塚競輪場行ってきましたよ。行ったんですか。たまたま何の用事もなく平塚駅に行って、どうして？で、歩いてったら、競輪場あるじゃんと思って、はい、岡田さんのこと思い出して、僕も音撮ってきたんですよ。思い出した。で、まあ、ここで、そんないくつも流さないですけど、でも確かに、非常に年齢層に偏りがあって。競馬とかと全然違う。そうそう、全然違う。全然、マスクも配ってて、コーヒーとか、なんかね、全部飲み放題なんですよ。だからすごくね、行き届いてて、いいなと思ってね。で、僕もね、かけましたよ。あ、もう外れました。で、私もね、うわーとかね、やっぱり言いましたよ。おい、何やってんだよみたいなこと言いましたよ。途中までね、僕のかけたやつがね、一番なってたんですよ。で、ね、当時ね、その、第5回、競輪川柳っていうのをなんか応募してて、はい、それがね、受賞作がね、発表されてたんですよ。応募総数82句。だってあんま多くないだけど、なんか競輪川柳でね。で、優秀賞を一つ僕からも紹介します。はい、ペンネーム、ジュゴンさん。はい、これ別に旅のラジオじゃなくて、平塚競輪場の ね、投稿した人、ね。そうそうそう。で、はいはい、ペンネーム、ジュゴンさんの、競輪川柳。競輪で俳句を作る
余裕なし。追い込まれてるんだって。俳句なんて言ってる場合じゃないよ。やってる場合じゃないよってのが優秀賞に選ばれました。田舎読んだってこと。ということで今日は、立川競輪場の音と、平塚競輪場の俳句でお別れです。ありがとうございました。